第11試合赤コーナー入場。ミステリオ、対する青コーナー入場。M ガッチ、ヒエ、M ガッチでよかった。ガチギレ MC で大丈夫です。はい、はい、ガチギレ MC 改めてコールします。赤コーナーミステリオ、青コーナーガチギレ MC です。それでは、ガチギレ MC 意気込みをお願いします。頑張ります。はい、じゃあ頑張ってください。この試合の勝利者には勝利者賞としてゼノ様よりプロジェクトゼノで利用できる仮想通貨 GXE10 万円分が贈呈されます。そしてこの試合にふさわしいビートを聴いてみましょう。 DJ はやなたけ、ビートはクールだ。先攻後攻を決めるじゃんけんを行います。最初はグーじゃんけんほい。先攻で、先攻ガチギレ MC、 後攻ミステリオ、yeah。 それでは DJ は柳竹、レディーファイ。俺はダセーよ、すぐにブレるし、人の絡むだけでみんなの曲もかけるし、けどそんな俺でも自分を信じれば、そんな曲ばっかり俺は聴いてきた。あんたのライブや俺は曲を聴いて自分は強くなったと思って、それでもまだ足りねえから音源に還元してバトルに還元してやりてえと思ってマイク握ってやってんだよ。どうせ俺なんて売れるに決まってる、言ってからあれは5年前、ようやく5年経ってミステリオだけで生活ができるようになってる。それまでお前と同じ悩みで死にかけて病気にもなってる。お前の気持ち痛いほど分かるが、その先に光が差す。いや、光が差す、時代がどうなるかなんて分からないけど、病気のやつか病気じゃないやつなんか分かんねえよ。全員病気かもしれねえ、そう思って俺はマイク握ってる。いや、目の前の幸せそれを掴みて、そうじゃねえどこにあるか分かんねえものを探してやっていくしかねえ。かましてもかましても変わらねえ現状、憂いても変わらねえからやるしかねえよ。目の前の幸せを掴みて嘘つくなよ、お前は孤独なんだよ。ずっと前から周りに幸せだらけだろうが、わかるかこの気持ち。お前は次で最後のターンだぜ。 M ガッチのままでいるかガチ切れに戻るか、お前が決めろや。いや、名前とかじゃなくて結局自分自身はげれば別に綺麗事なんか言いたくないし、時にはかっこいいこと言いたくなる自分自身と戦ってマイク握ってやってんだよ。いや、かっこつけんのかラップじゃねえと俺は思ってる。ダサいところさらけ出してでも強くなる、見え方なんか勝手に決めてくれ、自分をさらけ出すのが俺のラッパーのスタイルだぜ。笑われ者の先輩として一個だけ教えといてやろう。ギャグがダサいって言われても今じゃ全国俺のこと認めてくれてるよ。わかるか、ダサいのも貫きゃかっこよくなれんだよ。俺はラッパー、人生マイクにかける、ガチギレ大好きだぜ。それまでい。今日は FSL トライアウト、裏で悔し涙もらいな、当ててくれよサーチライト、陰の硬さライカガーディアン、エイヨー今からライミングを見てろ、破壊力抜群サイキックのメテボーゼノでしょ、間違いなくベロベロでも遊んでこう、エイヨーまだまだこっから俺たち多分今日もやるダウンロード、アイつなげてこうぜ信じたい。それでは皆さん決めてください。先攻ガチギレ MC。
高校ミステリオ勝者、高校ミステリオ。お前がバトルは俺に負けたけど、ガチ切れに戻るなら今やで。別に戻らなあかんとかないよ。俺が知ってるガチ切れは、裸なって調子だって言ってるガチ切れ。でもそれを捨てて M ガチで行くなら、俺はそのお前を応援するし、でもガチ切れに戻るなら戻るで、そのお前も応援する。好きなように生きろって。しんどい時は泣いていいねんて、楽しい時笑っていいねんて、ムカついた怒っていいねんて、自分隠すなって、なりたいお前なれって。さあ、MC ネームはガチギレ MC で頑張ります。ガチギレ MC、はい、服脱げよじゃあお前。今度バトルした時、じゃあすいません、中途半端ゼロ100やから、こういう時はガチギレ、ガチギレ、はい、ガチギレ、ガチギレ。お前胸毛剃ってこいね。ガチギレ MC でした。見事勝利したミステリオには勝利者賞としてゼロ様よりプロジェクトゼロで利用できる仮想通貨 GXE10 万円相当が贈呈されます。おめでとうございます。はい、ミステリオ今日どうしたの？暑かったね。まあ、オーディションからのあれなんでね。ね、はい、いろいろあったみたいだね。はい、まあみんなが面白いと思ってくれたら熱くなってよかったなと思いました。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ミステリオでした。メンズクリア、脱毛で圧倒的パフォーマンスへ。脱毛は男の常識、世の中の悩める男性、変わるなら今、脱毛するならメンズクリア。 FSL ボリューム3はゼノのほか、 NDF カンパニーリミテッド、ナオール、セルミラー、メンズクリア、 3D ファントムの提供でお送りしました。